はい、こんにちは。ビザールプランツラボラトリーです。いつもビカキシダ、コーデックス、チランジア、バンダなどの育て方や独自の管理方法を紹介しています。今日は半年間屋内に入れていたこのラン、バンダですね。このバンダを屋外に管理しようと思っています。今いくつかぶら下げてある状態なんですけども、これ今まで家の中に入れてあったので、これを外に出して管理方法を変えたいと思っています。で、屋外にすることによって一番変わることといったら湿度が変わってくるかなと思っているんですけども、家の中だと割とまあ乾燥していても湿度が安定しているんですけれども、屋外に出すと風が強かったりとか、夜に冷えたりとかで乾燥の状態が随分変わると思うんですね。そのあたり工夫しながら管理方法を考えたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。まずは原産地ですね。原産地はインドからマレー半島、このあたりマレー半島、インドネシアあたりですね。このあたりの樹木に着生しているということです。着生なので木にくっついてるだけです。寄生植物というのもあるんですけれども、それは木の中から栄養を取って、生きていくというやつなんですけども、これは着生なので木にくっついているだけです。で、こういった熱帯に生息する植物なので、日本の今の季節、今5月の中旬ぐらいなんですけれども、とても気温が上がってきて、気温自体はいい感じになってきてるんですけれども、結構やっぱり乾燥しているということ、この春と秋屋外管理にするにあたってはやっぱり乾燥が強いかなと思っているので、その乾燥する対策を考えた方がいいかなと思っているんですね。で、何か湿度を保つ方法はないかということです。やり方はいろいろとあると思うんですけども、その中で簡単にできる方法として、このバークチップを使ってやっていきたいと思います。方法は簡単なのでやっていきましょう。はい、あとバンダの根の構造なんですけれども、こんな感じです。これ根が、根ってこんな感じでとても太い根があるんですよね。肉厚の根です。これがどうなってるかというと、はい、根の断面というか図にしたものなんですけども、真ん中に根の組織があって、根の周りにはこういうスポンジ状のところが多くあるらしいんですね。なのでその分があって根が太くなってます。で、ここに水をあげると、このスポンジの部分が効率よく水を吸収して、で真ん中の組織のところにゆっくり送り込んでいくという効率のいい水の吸収方法になっているということらしいんです。なのでこのように太い根になっているらしいんですね。水をあげることによってスポンジのところに水をゆっくり吸収します。そこから組織のところに少しずつ水を送るので、空中の中である程度水がないところでもこのように水分を吸収することができるということのようです。はい、ではバークチップに穴を開けていきます。電動ドリル使って穴を開けていくと楽ですね。だいたい真ん中あたりのところに小さい穴でいいので、開けていくのをやってます。2個目開けてます。3個目とどんどん今穴開けているところです。で、これをまあ10個ぐらい開ければいいのかなと思って、あんまり小さいやつだと危ないのでペンチで持って、穴を開けることにしました。なるべく皆さんこういうふうにですね、安全にやっていきましょう。はい、穴開けたら次はこれ釣りの糸なんですけども、ちょっと細くて見えないかもしれないんですけども、釣りの糸使ってます。で、針金とかでもいいとは思うんですけれども、なるべく目立たないものにした方がいいかなということを思ったんで、この釣りの糸で今さっき穴を開けたバークチップのところに一つ一つ今通しているところです。なかなか糸が細くて、よく見えないので、なんかやりづらいななんて思いながら今入れているところですね。はい、これでいくつか入って、まあ10個ちょっとぐらい今入ったのかなと思うんですけども、で片側結んで輪っかにしておきます。
で今度はバンダの根のところに引っ掛けていきたいんですけれども、あの針金っていうか支柱がもともとついているので、その支柱のところに糸を引っ掛けて、あとはこううまくバランスよくぐるっと周りに回って回り込んでいけるような感じにしようかなと思って、今調整しながらやっているところです。で水苔なんかを使う場合もあると思うんですけれども、あの空中に根が出ている状態が健康だということなので、なるべく風通しが良いようにしようかなと思って、バークチップだったら多少水あの多めにあげてもすぐ乾燥していくかなと思っているので、あんまり根腐れしないかなと思ってます。なのでこの方法で、やってみようと思います。でこれで一応完成です。でもう一つ、もうちょっと大きいバスケットに入った方のやつなんですけれども、ここのバスケットの中にもちょっと小さめのやつ、バークチップをいくつか今足しておきました。これで水分が多少保てるのかなと思います。はい、屋外に出てきました。今日は、この部分を使ってバンダをかけていこうと思ってます。確保しておきました。あの朝の午前中の10時ぐらいまでの日に当たる場所なので、まあ、日照時間は多分3時間から4時間ぐらい朝当たって、それ以降はもうあの影になる部分なんで、まあ、半日陰ぐらいの感じになっていくのかなと思います。1個目これ引っ掛けておきました。こんな色の花が咲く、ちょっとピンとボケてますね。こんな色の花が咲くようなので、あすごいなと思ってこれ買ってきたんですけれども、新しい芽が今伸び始めているところです。今年の夏もまた綺麗な花咲かせてくれるといいのかな。あまだ花咲いてないですね、これからですね。でこれ2本目、これが、1年ぐらい前かなからうちにあるやつなんですけども、もうバークチップなんかこの辺にも入れてある状態です。これは去年の夏に花が咲いて冬にも花が咲いたので、今年の夏もまた綺麗な紫色の花咲いてくれるのかなと思ってます。それから、さっき、バークチップをつけたやつですね。でこれ小さくて、まあ、花なんか咲いてないんですけれども、これからどんどん大きくなって、だいたい年に3枚ぐらいずつかな、花が伸び、葉っぱが伸びていくんですけれども、それによって、成長していくので、ある程度の大きさになったら花咲かせてくれるのかなと思っているので、楽しみにしてます。はい、横にはチランジアですとかこの辺のやつなんかもありますね。ランの仲間の着生ランなんかもこの辺にいろいろ引っ掛けてあります。で、最後に水をジャーッとかけます。もうあの屋外なんで、じょうろからそのまま水かけてほったらかしにしようということで考えてます。あんまり一つ一つ手間かけすぎちゃうとどうしても管理ができなくなってしまうので、あのこういうふうに、ザーッと水かけて、もうそれでもうあとはもう乾くっていう感じにした方が管理の方法もしやすいので、まあ、屋外管理はこういうふうにできるので一番やりやすいですよね。はい、こういった方法で、管理していこうと思います。ではまた。